皆さん、こんばんは、マーティン。ダーム役は、金田月。飯豊町、添川。どうなところか。添川はですね、白鷺荘という温泉旅館があるそうでございますね。宿泊が一番の魅力でございますね。はい。あとは、すぐ近くには道屋駅がありますけどもね。その道屋駅は別での地区,地区なので、はい。ここは、か、言いません。はい。確かに工場があって、いい場所でございます。工業が盛んな場所。あとは山あいの場所。あと山あいのとこに動物園があるんです。 いやあ、これは何これとしか言いようがございませんね。それ側もう田園風景、山の空気、まさに、絶妙がな絶妙がなでございます。はい。空気は本当に最高でございますから、ぜひ立ち寄ってみてほしいちゃんでございます。はい。まあ、園風景も本当にすごいですし、街並みもすごい、住宅も軒並み立って、まあ、いい場所でございますから、ぜひ住みやすい場所、それ側もういいですね。 通行の添え川とは全然違いますからね。はい。というわけでいかがでしょうか。はい。飯豊町添え川を特別にご紹介しました。バイバーイ。